通学シリーズは、ミユによる、携帯小説サイト、E ・エブリスタにて連載されている小説。2010年に書籍化された。2015年11月7日に、通学電車、11月21日には、通学途中が、実写映画化された。通学電車、君と僕の部屋がいい、エブリスタの、セブンティーン携帯小説大賞にて、グランプリとなり、書籍化された。 続編の予定はなかったが続編を望む読者の声が多かったことから苦肉の作として作品をリンクさせた一連のシリーズになった。サブタイトルの君と僕の部屋や君は僕の傍らにいるは時間軸の違いであるとともに部屋が使われる時は居場所を意識していてそばの時は相手との距離感を意識されている。社会学者の佐賀恵子のインタビューでは 2010から2012年の中高生の読書調査の結果として通学シリーズが上位にあるとされているもののシリーズの展開の情報に誤りがある。また、佐賀慶子のツイッターにて大卒の作者が高卒だと発言している。以上により佐賀慶子の通学シリーズ筆者の情報の信憑性は薄い。シリーズの最初の方の作品は 少女小説レーベルのコバルト文庫から発売されたが、同レーベルの通常の定裁通りではなく、他の携帯小説の書籍と同様に横書きの仕様になっている。その後、携帯小説レーベルのピンキー文庫の相関により、シリーズはそちらに移籍した。上記のカバーイラストは、タレントの写真が使用され、いずれも差し絵はない。なお、漫画版の表紙でもタレントの写真が起用されている。 いくつかは、児童文学レーベルの修営者未来文庫でも、刊行され、そちらは差し絵がある。また、文章は、リライトされた。2014年7月25日発売。ISBN 978から4から08から66123から82014年9月25日発売。 ISBN 978から4から08から66129から02013年3月22日に通学シリーズ通学風景2014年3月25日に通学シリーズ通学日がボミックで配信されたいずれもミュによるオリジナル脚本のミニドラマボイスコミックサイトではあるが本作は画像はない 2015年11月7日に通学シリーズ通学電車。2015年11月21日に通学シリーズ通学途中が公開。上映時間はいずれも80分。ありがとうございます。